このチャンネルではズバリ、第3次世界大戦はもうすでに始まっているという前提から、世界のですね、地図に関わる政治、経済、軍事、そして歴史観、宗教、主には海外のニュースを、日本では報道されないニュースの方をまとめてお知らせしてくれる、大変に情報収集において便利なチャンネルになっています。皆さん、こんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は、新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい。ということでね、今回のこのチャンネルは、世界秩序、政治、経済、軍事、歴史、宗教っていうね、名前がついてますけども、実際このチャンネル名は呼びにくいというか、キーワードだけ載せているものなので、NWO とはっていうふうに、覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。実際私もそういうふうに認識しています。で、こちらのチャンネルはですね、本当にニュースを、いろんな角度から、しかも、海外にいらっしゃる、関西に住んでいらっしゃる方がニュースをまとめていますので、日本では報道されていない情報、世界中で、いわゆる新聞だとかメディアが出してくれている情報を中心に、集めてきて、そして、第3次世界大戦はもうすでに始まっているんだよっていうですね、その前提から、日本の我々に対して、警笛を鳴らしたりだとか、注意を促してくれたりとか、もしくは世界で起こっていることを、網羅的に教えてくれるっていう、ニュースチャンネルだということになります。で、こちらの方はですね、非常にもう、なんていうのかな、ニュースをまとめるのが上手というか、つまみ、なんていうんですかね、いろんな情報誌、ニュースのつまみ読み、そして、タイトルだけ見る、もしくは中身のポイントだけ拾い読みしてくれるような形で、なんかすごくね、効率的に情報収集ができるんですね。最新のものっていうのも、一瞬ね、ちょっと遅れる傾向はあるんですけども、それでも、他の情報とリンクして、頭の中の整理ができますし、最新情報を追いかけていると、ついついですね、流れっていうものを忘れがちなんですけども、時折このチャンネルに戻っていただくと、頭の整理ができたりとか、世界情勢をまとめてくれていたりとか、そういう風な形で、すごくね、頭の中が整理されますので、本当に非常に助かっているチャンネルです。で、そうですね。本当に警笛を鳴らすっていうところから発信されていますので、やっぱり正直聞いていると、ネガティブというか気持ちが暗くなってしまうニュースも、残念ながらね、今多いです。ただ、これはですね、一つ今何が起こっているのかっていうところからお話をされていますので、それはそれとして、まずは受け入れるってことですよね。ないことを、知らないというか、起こっていることを知らないというよりも、やっぱりあることはあるってした方がパワーがありますし、そしてその前提でじゃあ、今日本のメディアはどういうニュースを報道しているのか、そして海外のメディアはどういうふうに日本を見ているのかってことがね、わかりますので、そういう意味では本当に貴重なチャンネルじゃないかなというふうに思います。また、このチャンネルでですね、情報ソースとしているチャンネルをまたいくつか紹介してくれていますので、私が今この NWO とはと紹介してますけども、この NWO とはの中でもまたニュースのリソースをね、紹介してくれてますので、非常にですね、エビデンスが取りやすいというか、情報の一時情報を探していきやすいというのがあります。さらにはですね、こちらのコメントには、いろんなこういった海外ニュースや時事ネタを、集めてくる文化が、ちょっと立ち上がっていまして、コメント欄には、この配信者の方が気づいていないようなですね、ニュースなんかも投稿されていたりするので、実際私はですね、コメント欄も結構チェックするのが、楽しみというか、活用させていただいているというところはあります。はい。ということでですね、やっぱりポジティブな情報もあればネガティブな情報もありますけども、まず知ってほしいのは、あることを荒らせるっていうところから、知らないことよりも知っている。そしてその知っているところから、自分が何か準備をする。もしくは先々のことを考える。今取り組んでいることを見直すってことがね、できると思いますので、ぜひね、こちらのチャンネル、チェックしてみてほしいと思います。こちらでサムネイルを見ますと、非常になんか、賑やかなというか、割と派手な感じなんですけども、そんなにですね、煽るような内容、話し方ではなくて、淡々とニュース解説をしてくれているようなものになりますので、何かこういうね、ネガティブな情報で煽られる音楽を使ったりとか、なんか気持ちがね、揺さぶられるようなニュースサイトもありますけども、ニュースチャンネルありますけども、そういったものとはね、またちょっと毛色が違いますので、とっつきやすいんじゃないかなというふうにも思います。はい。ということで、今回は NWO とはというね、チャンネルを紹介させていただきました。また引き続きよろしくお願いいたします。